石切山栄翔はゲームクリエイター、プロデューサー、ディレクター、IT コンサルタント、プランナー、プログラマー。MJ 小僧のハンドルを使用している。富士通パソコンシステムズ、デジキューブで数々のゲーム、ソフトウェアを企画制作。テレビ、東京ブロードバンド、ジグのシステムジャパンでウェブサイト、携帯サイト、デジタルコンテンツ、ウェブアプリ、スマホアプリ等を企画制作。 レースの子会社である MJ ガレージインクの代表取締役としてキャラクター、芸能人、スポーツチーム等とコラボし多数のアプリやスタンプ等をリリース。物心で AI 技術を活かしたコンテンツサービスを企画、制作。青木経営で建築業界向けアプリケーションの企画、制作をはじめ建築業界の IT 化、デラックス化に取り組んでいる。 静岡県富士市出身。静岡県立吉原工業高等学校電子科、情勢大学理学部数学科卒業。高校生時代に雑誌ポップコム創刊記念プログラムコンテストにベースボールを応募し、優勝、その後もいくつかの雑誌で賞を受賞。大学在籍中には、ビクター音楽産業主催の原宿音楽祭、パソコンゲームコンテストに、 日本縦断ウルトラクイズを応募し、優勝。その後、同社より、プロ野球シミュレーションゲーム、ヤジウマペナントレースをリリース。1988年富士通パソコンシステムズに就職。FM タウンズのアプリケーションソフトウェア、オペレーティングシステムの開発の傍ら、数々の FM タウンズ用フリーウェアを発表。これらのフリーウェアは、 CD ジャケットや演奏に同期しての歌詞表示等、当時では画期的だった CD プレイヤーや音声合成版、音声認識版までリリースされたクイズゲーム等、FM タウンズならではの機能が特徴であった。パソコン通信で配布されていたが、富士通が発売したフリーウェアコレクションに収録されたり、雑誌、O、oh!、FM タウンズの付録、さらには、 FM タウンズ本体にバンドルされたりもした。その後、パッケージソフトの制作、企画開発を行う、パネルクイズアタック25など実在するクイズ番組を次々とゲーム化した。また、アタック25やアメリカ王ンウルトラクイズなど一部のゲームでは、石切り、山本人が自ら回答者などとしてゲーム中に登場している。1998年で時給部に移籍。 チームデジで精力的にタイトルをリリースする。2003年デジキューブ倒産前に退職し、テレビ東京ブロードバンドに移籍。同社でジェネラルマネージャーとして新規事業立ち上げを担当。2006年ジグのシステムジャパンに移籍、システムエンジニアリング部部長に着任、ユナイテッドワールドミュージックの代表取締役社長を兼任。2010年、 プロジェクト MJ ブランドで iPhone アプリ絵頭2時50分の俺が時けだを発表一湯ネショップストア有料アプリ総合ランキング1位を獲得2012年同ブランドで iPhone アプリうまい棒を作ろうを発表一湯ネショップストア無料アプリ総合ランキング1位を獲得有料無料で1位となる2冠達成二千十三年レースに移籍同志会社として MJ がージインクを設立代表取締役に着任。同年発表した iPhone アプリジャマカム、江頭邪魔だカメラが1ネショップストア無料アプリ総合ランキング1位を獲得。3作目の1ネショップストア総合ランキング1位獲得。2017年に MJ がージインクの代表取締役を退任し、物心に席。同社で、 AI 技術を活かしたコンテンツサービス開発を担当。2020年、青木経営に移籍。アメリカ横断ウルトラクイズのゲームについては、アメリカ横断ウルトラクイズを参照のこと。ありがとうございます。